はいどうも、ふめいだよです。つむつむ速報ということで、新つむなんですけども、やっぱ右、俺予想したティアナで合ってたやんあれパネロペじゃないやん、ティアナやないかい俺の予想合ってたやないかいっていう、まぁ、ちょっとなんだけど、まぁ、チャームっぽいっすよねというところで、まぁ、ちょっと一人、ざっくり見ていきたいなと思います。はい、どんなスキルなのでしょうか。お絵かきラプンツェル、タップしたところにランタンの絵を描けると。で、おお、でも演出めっちゃ長え。少しの間ランダムで、ツムが本を持つよと。で、前のツム消すよ。ジグザグ消しです。という感じですね。さあ、ラプンツェルは、強そうだけど、演出がね、マジ長そうっすね、これ、マジで。タップしたところにランタンかけてっていうところでもう、40消去とかいっちゃうんでしょ？強いっすね。で、これは、本を持つ、あ、これランダムダンスね。で、本を持ってるツムだけ前のツム消すんかな？きっとね。そうっすね。いや、これね、まあ多分、めちゃめちゃ使いづらいと思う。はい。ということで、ちょっと、ラプンツェルは656から、これ、補正値見れるかな？見えないか？終わっちゃうかな？でもさ、ちょっと待って。演出見る限りめっちゃ補正入ってない？鬼補正入ってない？あ、このジャラジャラ感半端なくない？40消去のジャラジャラじゃねえよ、これ多分。いや、補正入ってるでしょ、さすがにこれ。プラス補正は入ってそう。ただ、わかんなくて、発動数はね、これさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 個積むいるんですけど、全部前積む消えてるんかな。2個消えてない、14個か。14個で、多分ゲージがここら辺まで溜まってるんで、発動数そこまで重くなさそうっすね、というところですね。ただ、毎回こんなうまくいくのかっていうところが気になるのと、これってさ、一応、こいつだけは遠くまで繋がるように多分なってると思われるんですよね、きっとね。こことここが飛んでるのと、こことここも飛んでるので、まあ、そういう仕様なのかなとは思います。はい。いやー、でも、新スキル強そうだね。で、これはやっぱね、ちょっと辛そうっすね。これやっぱ辛いよね。本持ってるのがどれか分かりにくいからね。めちゃめちゃ分かりづらいんで、もうどんどん消していくしかないんだよね。ベルだけとかだったらまだわかるんだけど、他のツムもサブツムを持ってるかもうわけわかんないですね。そんな感じです。いや、わけわかんないだろうね。でもさ、今、スキルループはしやすそうかなと思ってて、多分これもゲージ多分この辺ぐらいまで溜まってるんで、昼間で自分がバチコリ使っていけばスキルループしていくようなツムなのかなと思います。で、ジグザグに消すやつ、飲み物をサーブして、サーブする、タイミングに合わせて画面をタップするんだ。そういうちょっと面白スキルなんですね、これ。で、消去が大きくなるよという、そんな感じですね。全然オータムっていう名前はつかなかったですね。はい。っていう感じです。まあ詳細はですね、19時におそらく、ディズニーゲーム公式の方で、最速プレイ動画が上がると思うので、まあそこを確認かなと思います。はい。ということで、まあざっくりちょっと見ましたけども、ラプンツェルはやっぱ強そうだなと。で、ベルも、まあ、強いは強いと思うけど、まあ本持ってるのがね、やっぱわかんねえってのはちょっと致命傷かなっていう感じです。
これはちょっと、まあ、普通の消去系かなって感じです。まあ、これもね、ティアナもちょっとプラス補正入ってそうですけどね。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後のご視聴ありがとうございました。バイ。